さあ、それでは皆さん大変長くお待たせしました。本日のヒーローインタビュー、もちろんこの人です。本日2度目で0と11、三上洋介選手です。ありがとうございます。ありがとうございます。まず直前シーンを振り返っていただけますか。いや、まあ1点目は、まあ折り返しにうまく反応できたかなという感じで、1点目は萱沼がいつもは隠れないんです。今日はよく見てるけど、それにしても3対1と1点を失ってしまって、ちょっと嫌な感じかなと思った瞬間をそれを打ち破る見事な狙いしましたシュートでした。かなりボールをよく見てたんじゃないですか。いや、あの失点シーンは自分のミスからなんで、はい、そこは反省して今取り返してよかった。この本幻想でお盆休みたくさんの方が集まってくれていて、そのゴールが見たかった4得点という結果についてはいかがでしょうか。そうですね、なかなか点取れず勝てない試合が続いていたので、まあこの勝利で波に乗っていければいいかなというふうに思います。今日は三上選手のこのインタビューを待ってたくさんの方がゴール裏にもメインスタンドにも登っていただいております。熱いメッセージをサポーターの方にいただけますか。本当に皆さんの声援が僕たちの力になりますし、皆さんの笑顔を見たくて僕たちも頑張れるので、これからの応援のほどよろしくお願いします。サポーターの皆さんの笑顔のために、今日のヒーローは三上。